はい、アミゴのケイタです。中野です。お願いします。お願いします。決勝、静学対宇治大東の右サイドでやった16番のインアウト徹底解説やはい、ということで僕現地で見てて、はい、ディフェンスが2メートル吹き飛んだと、はい、あの言ってたんですけど、今日だって右サイドでね、インアウトで相手かわしたんだけどね、うん、インの時に相手2メーターぐらい飛んでってよい来ちゃうみたいな、ね、そんなずれるんだってぐらい綺麗にヒュンヒュンって、はい、映像で見たら吹き飛んではなかったんですけど、うん、でも思いっきり振り切ってたよね。まあそうだね、完全にあの場合は左に行くと思わせてたよね、うん、だって相手膝ついちゃってたもん ね。タッチ自体はインアウト、またこれもシンプルなんですよ。そうだね。なのになぜあんなに相手が騙されたのか、うん、まあそこにはね、いろんな駆け引きがまためちゃめちゃあります。そうだね、片手じゃ収まんないかなってぐらいの駆け引き、ほんと、いろんな駆け引きがある、うん、なのでね、その何が起きてたのかっていうのをね、はい、徹底解説をしていこうと思います。はい、ストケーター、はい、サッカー塾みたいなのやってるので、ぜひ、はい、インスタグラムのチェックお願いします。お願いします。はい、それでは早速やっていきましょう。はい、でこちらフェイントが3回あります。そうだね、僕が左利きなので、はい、ちょっと実際16番のとこは右なんですけど、はい、今回ちょっと左前提で、はい、左利きの解説をしていきます。なるほど。なので右利きの方は全部逆だと思ってください。うん、最初右足で空踏み、うん、ちょっと右に行くよ。でもこれ見てもらえば分かるんですけど、敵は全然騙されてません。そうだね。はい、じゃあ2回目左空踏み、これも騙されてません、うん、大事なのはこの3つ目のタッチです。はい、利き足のインサイドで触るんですけど、うん、こちらはちょっと、まあ、ボールを運ぶプラス、うん、ちょっと緩急を速くする、うん、そうだね、ことによって相手が、あ、ここだってなって、うん、そっちに体が向きます。その時点で勝負あり。なるほど。ただボールタッチは右に出しすぎるとアウト切り返しが難しいので、できる限り本当ちょっと動かすぐらいで OK。 触るぐらいだよ、ね、触る、うん、ちょっと触ってみたよぐらい、ね、だから股の下からはなくならないと思うね、うん、だから大事なのはボールを触ること、チョン触りと、うん、あとはスピード感、うん、もう右にここで行くよ、うん、で最後は左足のアウト、ね、もう相手は崩れてるからね。はい、なので大事なのはこの3タッチ目です。はい、3タッチ目が成功すればもうおのずとこの技は完璧。なるほど。空踏み、右足の体を先行する、ボールをちょっと運ぶ、でも自分の右足より前に出さないでください。常にへその下タッチするで切り返す、一連流れでいくとこんな感じになります。ステップ1、2、まあ、カットインも全部そうなんだけど、ここでこのケンケンを入れることによって、相手を騙すっていうのもそうなんだけど、プラスケンケンすることによってこっちの反発でこっちの緩急がつくので、これはちょっとまあ意識というか、これは感覚に近いんですけど、分かんなく、初めての人はちょっと意識してやってみてください。1、2、3、4っていう感じの足の運びになっております。はい、今回はね、インアウトの解説をしたんですけど、はい、こういった駆け引きっていうのはね、僕らの動画を見るのもそうなんですけど、実際にやってみないと身につかない、うん、この選手権のこのワンシーン解説は、うん、もうめちゃめちゃ上級者向けです。そうだね。ドリブルってそうなんだけど、タッチで抜くことってまあないのよ、ね、相当実力差がないと、うん、だからもうプロと子供がやったらいろんな技が出るけど、うんうん、プロだって試合中ね、そんなね、凄技ばっかやってないから、プロ対プロで凄技で抜くことないから、うん、ほぼ、うん、タッチで言ったら割とシンプルなんだけど、うん、その中にいくつ駆け引きとか、そう、相手の逆をいく発想とかできるかみたいなね、うん、だからこのドリブルの技名で言ったら多分何もないじゃん、これって別に何もない、ダブルタッチのインアウトでもないから、ただインに行ってアウトに行くだけだから、ボディフェイクとかそんぐらいのレベルだよ、ね、本当そうだけど、本当これじゃないと上では通用しないし、うん、まあ、この敵を動かすっていうのが分かんないとドリブルってただの自己満になっちゃうから。そうだね。なので、まあ、ちょっとこの動画を見ながら、うん、やりながらもうやるしかないんで、この感覚とかの問題は。そうだね。静学の選手ってさ、特別なタッチってそんなしないんだよね。できるけど、できるけどね、僕らだっていろんな解説するからできるんだけど、うん、じゃ試合中アンデルツはめちゃめちゃ使いますか？ほぼ使わない。僕も使いません、うん、っていうレベルなんで、うん、ただできる、いざという時にその回避技としてね、使えるっていうので、うん、もちろん今までのやつもやってほしいです。はい、はい、じゃあ引き続き、チャンネル登録と高評価だけ本当にお願いします。お願いします。はい、それではまた次の動画で、バイバーイ。